多摩湖駅は東京都東村山市多摩湖町三丁目にある西武鉄道の駅である。西武園遊園地の南方に隣接して立地する多摩湖線の終点。1985年4月以降は山口線の起点にもなった。構造は地上駅で一面二線の多摩湖線用島式ホームの下側に山口線の一面一線の単式ホームが配置され、 両路線のホームは段差を減ることなく、往来が可能である。駅番号は、玉子線が ST07、山口線が SY01 である。玉子線の前身である、玉子鉄道は、1930年1月に、萩山、村山貯水池間を開通させた後、県安であった、西武鉄道、村山線の延伸区間である通称、 箱根が崎線との交差部分の調整が完了したことから村山貯水池駅より0 9キロメートル延伸した地点に本節の村山貯水池駅を建設し1936年12月に開業した開業当初の同駅は築堤上に位置する一面一線構造で付近の住宅開発は進んでおらず需要は主に 村山貯水池を訪れる観光客輸送であった。なお、当駅の東方には、西部村山線の村山貯水池前駅が1930年4月に開業しており、当時は別企業の路線であった両社は、観光客輸送をめぐって熾烈な争いを繰り広げた。1940年4月に、玉子鉄道は、 西武鉄道の母体企業である、武蔵野鉄道に九州合併され、東駅も武蔵野鉄道玉湖線の駅となった後、日中戦争に橋を発する戦局の激化に伴って1941年4月1日付で、佐山公園前駅と解消された。これは、貯水池という軍事上重要な施設の存在を隠蔽する国防上の理由によって実施された解消であり、 村山貯水池近辺に点在する各路線の駅についても西武村山線。村山貯水池前駅は狭山公園駅に武蔵野鉄道山口線。村山貯水池際駅は村山駅にそれぞれ解消が実施された。1951年9月に当駅は玉子駅と解消された。さらに1961年9月には路線。 そのものを 0.4km 延長し、当駅は西部園遊園地に隣接する現在地へ移転した。これは当時、萩山玉子館において唯一列車交換設備を有した武蔵山戸駅が構造上長大編成の運用に対応することが困難であり、当駅を一線構造化すると同時に、安坂武蔵山戸館に巡りた信号場を新設して、 大体の交換施設を確保することとなったためである。新たに建造された駅は現在と同様に、島式ホーム一面を有する二線式で、ホーム有効長は、当初1番線が125メートル、2番線が85メートルであったが、高年輸送力増強に伴う8両編成の、 列車入線に対応するため、1967年12月に、ホーム延伸工事が施行され、1番線は177メートル、2番線は167メートルの有効長にそれぞれ延長された。その後、1979年3月25日付で、実施された各路線の駅名解消に際して、当駅は、西武遊園地駅と解消され、従来、 西武遊園地駅を称した山口線おとぎ列車の駅は遊園地前駅と改称された。1985年4月には山口線の新交通システム転換に伴う経路変更によって多摩湖線ホームの下端側突端に山口線ホームが新設され山口線の起点駅は再び西武遊園地駅となった。2021年の西武園遊園地の 全面理に UR により、駅に隣接する中央口が閉鎖されることから、所在地名の玉子町にもちなんで1979年までの駅名である玉子駅に改称され、隣接する遊園地西駅が西武園遊園地駅に改称されている。2020年度の1日平均乗降辞任は1812人である。 西武鉄道全92駅中83位であり、年々利用者の減少が続いている。近年の1日平均乗降人員、乗車人員の推移は、下記の通り。なお、玉子線と山口線を当駅で乗り換える客は、含んでいない。当駅は、西武園遊園地中央口の最寄り駅であったが、リニューアルに伴う入り口集約のため、2020年10月31日を、 もって中央口は閉鎖された。駅北東には、西武園遊園地の駐車場が存在するが、入園の際は、路線バス、または、山口線を利用し、西側のメインエントランスまで移動する必要がある。なお、西武園遊園地中央口と東駅北口改札は、階段を介しての連絡となっていたため、ベビーカーや車椅子利用者は、 山口線遊園地西駅最寄りの西口からの入園が推奨されていた。西武園競輪場へは、西武園線の西武園駅が最寄り駅であり、双方の駅は約800メートル離れた位置に立地している。また、駅の西側の村山貯水池一帯は、東京都立佐山自然公園となっており、自転車道などが整備されている。西武園遊園地停留所。 ありがとうございます。